はい、どうも、こんにちは、アメリカの車屋シゲショートです。この車はですね、お客様がね、おば様ですけどね、アメリカのこちらの、ですね、これは、レクサスの、ES300、これの車をね、今からいろいろと、まあ、たくさんやることがね、いっぱいあるんですけども、まずこれはね、足回りの下の方のラックピニオンがね、あのハンドルのステアリングが、ガタガタですね、グラ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 して、まっすぐ走らない感じだったんですね。でこれは、パーツをね、あのラックピニオンの、ブッシングですね、これがね、これですね、ブッシングがもう焼けて、これがゴムのとこがね、もうダメになってたんですね。そしてあとこれがエアフィルターがもう真っ黒汚れて詰まって、あとこのリフトサポートですね、両サイドリフトサポート、これはリフトサポートね、こちらニューが入りましたね、両サイドね、こちらと、そしてこれがね、バルブカバーをね外したとこですね、これ。でこちらの、1MZFE3、リッターのね V6 バルブカバー外して、でこれはバルブカバーガスケットオイル漏れがありましたんでね、オイルパンの方も、ガスケットニューシールで、あとトランスミッションの方も、フルサービスで、フィルターガスケット、そして AT フォイルをフルッド入れて、でこのオイル漏れの方ね、ちょっとまあクリーンアップね、ここら辺もすごいベタベタも汚れてましたんでね、でこれもクリーンアップして、そして両サイドね、後ろ側、でクリーンナップして、でインテークの方もガスケット、そしてインジェクターですね、これインジェクターの方も新品に入れます、新品を入れます、インジェクターですね、インジェクター、これもせっかくですからね、ついでに、そしてこの車はもう20万マイル以上走ってますんでね、もうインジェクターも変えた方がいいということで、全部変えてくださいということで、悪いとこ全部もう直してくださいと、お客様にね、言われてですね、悪いとこはあなたに任せますということで、一応すべて、悪いところは全部直すと、見当たるところはもうとにかく、悪いとこ直しますということをおっしゃってましたんでね、でとにかくいっぱい引き直すとかあるんですけどね、こちらが、古い方のねインジェクターね、インジェクターです、これオリジナル、これインテークガスケットですね、インテークマネオール、そしてコイルの方ね、古いコイルで、コイル、コイルの方も古いですけどね、これコイル、これも6個ともニューのミスファイアがね起きないように、スパークイグニッションコイルの方も、6個変えて、インジェクターの方も、新品がねこちらにね来てます、パーツが来ましたんでね、ニューインジェクターですね、これインジェクターです、これねインジェクター6つね、6ピース来ましたので、でね、でこれ、ね、そして
これがインテーク、インテークのインテークマニホールですけどね、 YMZFE。 そしてこれが、スロットルボディの方と吸気の方に行く方の、取り外し。そしてこれ、オイルパンのバルブカバーガスケットですね。バルブカバーガスケットをクリーンアップしてニューガスケット、ね、こちらがねニューガスケットという、ね、ガスケットのセットです。これこちらがね、これを、インストールしてクリーンアップしてから、もちろんねクリーンアップをして、そしてきれいにして、オイル漏れのないように上側の方もね、クリーンアップをね、します。じゃあまあそれでは、後ほどまた、また、それではまた、はい、連絡します。